こんばんは、マルコメおみやです。今宵もやってまいりました、おかんの自由時間。皆さんに紹介したくてずっとうずうずしていた商品を早速紹介します。紹介したいという人の保存状態ではないということは一旦置いといて、ココナッツ好きの私に刺さったココナッツスナックです。サクサクココナッツという商品、すなわちサクサクのココナッツが入っているというわけですね。もうスズメの涙ほどしか残っていないココナッツをじわじわいただく。ちなみにこのお菓子、ダイソーにしか置いていないので、家からダイソーが遠い私としては非常に手の届きにくい貴重なお菓子であります。こうして一人ココナッツを楽しんでいましたが、やってきた終わりの瞬間、まだまだ夜は長いので気を取り直して次のプログラムを楽しみましょう。最近は TikTok や YouTube ショートなどの短い動画を無造作に見漁っています。サクッと笑えるのがいいです。そんな楽しいスマホタイムに水を差すかのように、ほのかに漂う嫌な香り、そう、部屋干しです。普通に嗅いでも匂わないものでも、水に濡れた途端匂いを発揮する厄介なパターンもありまして、夜な夜な臭いタオルの特定に努めた結果、全部臭かった。部屋干しというものはどうしてこんなにもストレスがたまるのでしょう。臭いタオルのことは一旦忘れて、私は好きなことをするとします。アイロン台を作業台に安ュイな光に照らされながら、夜な夜なお裁縫。こちら何日もかけて作ったワッフルコーンの生地です。ここにアイスクリームがバコンバコンって。決して得意というわけではありませんが、黙々と心を無にして縫う作業は結構好きです。今作っているのはアイスクリーム。これをたくさんつなぎ合わせてこんな感じになりました。もちろん本を見ながらやっています。首が痛くなってきたので違うことをやります。やりたいことがたくさんあるのは嬉しいことです。しかし、どうあがいても首痛くなる姿勢の悪さ。ちなみによく質問いただくのですが、編集に使用しているソフトはダビンチリゾルブの17です。無料版です。無料でも基本的なことは一通りできるのでおすすめです。だいぶ目もしばしばしてまいりました。ずっと現実逃避していましたが、そろそろ家事をせねばなりません。こんな時間まで食器を放置していたおかげで、食洗機かけるのがはばかられる時間になってしまいました。しゃーなし、手洗いタイムです。洗い物少なかったので割とすぐに終わりました。さっぱりです。こちらは息子の幼稚園グッズです。相変わらずクマばかりです。もうすぐ4歳になりますが、未だに可愛いものが大好きで、かっこいいへの目覚めはまだ訪れません。いつか戦隊ものに憧れてオカンを張り倒す日がやってくるのでしょうか。それはそれでちょっと楽しみですが、気休めに軽くシンクを掃除しておきます。茶を作るのを忘れていました。皿洗い完了したし、ちょっくらジュースでも飲むかと冷蔵庫を開けて、古いお茶と出くわしてしまった時の絶望感たるや。毎日のことですが、お茶を作ることでさえ面倒くさく感じてしまいます。ようやく完了と思いきや、台所のタオルの臭さが許容値を余裕で超えてきました。アイスでべちょべちょの息子のタオルとともに煮沸消毒の計。こんな時間ではありますが、これからタオルの煮付けを作っていきます。本当は知らんぷりしておきたかったのですが、さすがに放っておけない臭さでしたね。もはや得意料理と化したタオルの煮付け。そういえば、音の単身赴任があと少しで終わるらしいです。
もともとはゴールデンウィーク明けに終わると言われていたのに、気づけばもう7月。今度こそ本当に終わりにしていただきたいです。早く帰ってきてほしいという気持ちとともに、息子との二人暮らしが終わってしまうということに寂しさを感じる自分もいます。これすなわちおかんのわがままでございますね。旦那がいたらいたでまた別のストレスが生じてくるというのは、いろんな奥様たちから聞いているので、家族円満で過ごしていけることを第一目標に生活していこうと思います。ぐつぐつ煮えたぎるおかんにならないよう、心穏やかをモットーにやっていきます、という決意表明でした。この時かなり眠たかったようで、今見返すとなかなか奇怪な行動をしていました。タオルを濡らしながら絞って、ようやく絞ったと思ったら水の中にリリース。何やってんのって時あるよね。かなり煮込んだおかげでタオルの匂いも消えました。こちらのタオルたちに関してはとりあえず畳んでしまっておきたいと思います。この間ズームで仲間のおかんたちとおしゃべりをした時に、どこの家庭の衣類が一番臭いかというテーマでマウント取り合っていて、俗に言うママ友同士のマウント合戦を体験することができました。多分みんな言うほど臭くないと思いますが、我こそが一番といった感じで臭いマウントを取ってくるもんで、うちだけじゃないんだなって安心しました。きっとみんな多少なりとも部屋干しは臭い。そして靴下も時にちぐはぐ。このタオルたちが水に濡れた時にどんな香りを解き放つのか楽しみにしておきたいと思います。もう一仕事ありました。息子がお風呂用クレヨンで一生懸命描いた絵です。大好きな惑星をたくさん描いたそうですが、これよりおかんの手によって消滅させていただきます。今気づいたんですが、鏡もやられてましたね。楽しそうで何よりです。それにしても夏場のお風呂掃除はなかなかの苦行ですね。夏場の台所も大概しんどいし、家事をするたびごっそり体力持ってかれるこの時期、皆さんにも熱中症には十分気をつけてお過ごしいただきたいところです。だいたい綺麗になりましたので、もう歯を磨いて寝ることにします。寝室を見に行くと、息子はすやすやで眠っていました。お気に入りの毛布にしがみついて気持ちよさそうです。なんだかでかくなったなぁとしみじみ感じるサイズ感になってきました。夏が明けたらもう4歳、あっという間ですね。寝る前に毎晩恒例のまつげ美容液タイムです。以前これを紹介した時に経過が気になるという声をいただいていたので、1本ほぼ使い終えた結果を紹介します。はい、どうでしょう。写真だと分かりにくいかもしれませんが、個人的にはまつげに重さを感じるくらいにはボリュームアップしたように感じます。そして部屋を片付けるのを忘れていましたが、明日やります。それでは本日もご視聴ありがとうございました。